をしたんですから門出を祝いに行きましょうじゃないですか。合格から門出まで駅間散歩してみましょう。まあ1時間ぐらいは待たされるんじゃないかなってことなんで、多分行っても問題ないでしょう。これでね通過してっちゃうとね、おい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 となりますからね、プラス2時間今日待ち確定ですからね。いやーそれだけ、だってもう飛島から川越が通行止めっていう時点で私もう積んでますからね今日。さすがに豊橋に車を置いてね帰るわけにはいきませんからね。でこの辺りも道の拡張工事やってるんですね。相当大きくなるんでしょうねこれ。4車線化するのかな。そうするとなんかちょうど色が、茶畑の色が変わってますけど、ここから先があれなのかな。この色の変わってるね、新芽が出てるところの手前のところは、もしかしたらこれでラストお茶になって、この後、拡幅工事になるのかもしれませんね。じゃあ最後の夕日を見届けましょうね。刈り終わった後みたいですけどね。こっちはだってかぶせないもんな。さあでこれ新東名なんだ。で今作ってるのが番茶になるやつなんだ。そっかそっか。で降ってきた。嘘だろ。いやマジで嘘だろ。うわうわうわ降ってきた。うん降ってきた降ってきた。あとりあえず高架下まで行こう。この高架をくぐった先にあるみたいですからね。今日はなんかずっとこんな天気ですもんね。まあまあ台風が来とるのにこんだけまだ傘なしで撮影できる環境で保ってると見た方がいいのか判断難しいところですけど、あここら辺も道路広がる余地がありそうですもんね。駐輪場ここは確か仮設駐車場が何の駐車場、はあ、ふうふうふう、あ、なんかでかい建物がある。何これなんだ。あ、ここ立派ですね。何屋さんなんだろう。もうなんか店じまいしますよって感じが出てますけど、さあ高架ゾーン終了。何の店なんでしょうね。でもなんか立派。何何何、物産、地元の物産かな。あ、いろいろ物産品が売ってるんですね。生鮮品がメインみたいな感じに見えるんで、ちょっと寄ってけないかな。さすがにまず駅まで行かないといけませんからね。でここが、あ、思いなが、あ、すごい SL も飾ってある。観光案内とかか。これは何？インフォメーションとか中にあるんだ。へえ。さ、なんか休める施設と観光案内とかもねあって、で駐車場がでかーんと取ってあって、こっちとかも全部インフォメーションコーナーだから道の駅。でもないんでしょうね。あ、でもこれが出てるってことは大井川鉄道の兼ね合いなのかな。門出大井川ってなってますね。門出、あ、門出ってことはもうこれ門出の駅の近くなのかな。これ大井川鉄道が絡んでやってるのかな。へえ。あ、
もうそこが駅なんだ。あ、これ駅舎なんだ。めっちゃ立派や。やべ、なんだ、マジか、えげつなく立派じゃないですか。なんか SL ソフトとか持ってるんですね。一応店内は、SL ソフト、 SL ソフト食ってこうかな。まだ来ねえもんな。ちょっと食べてみようか。このポストも気になるけど、現役のポストなんだよ。あ、普通の使えるポストなんや。へえ。集配時間とか書いてないけど、由来も緑茶か計画か。緑茶かんや。で、ちょっと気になるから SL ソフト買ってみよう。まだ電車来ないんだよな。さ、すいません、で多分、動画的には全く何のことかがわからないと思いますけど、私もね、ちょっとね、ドタバタが繰り返されたんで、ちょっとね、要点を整理しておきます。今いるの金谷駅です。なんや、なんかタイムスリップしてないかって思われるかもしれませんけど、実際に、タイムスリップみたいな状態になっております。どういうことかというとですね、さっき門出駅にね着きました。で、合格駅降りた時に、合格駅でね、駅員さんに、いや、金谷駅行くやつがね、遅れとって、ちょっとどれぐらいになるかね、分かりません、1時間以上は遅くなると思いますみたいな話が出てたんですけど、どうもね、本当に全く運行の目処が立たなくなったみたいで、で、私が門出駅に歩いている間に、代行バス及び代行タクシーを走らせるぞっていう、決定が下ったらしいです。で、その、代行バスのスタートが門出からとりあえず、代行タクシーをとりあえず門出からスタートさせるっていうので、うん、で、ちょうど私がそこの門出駅にやってきたわけですね。で、ね、住みソフト食べようかな、どうしようかなとかで、先にトイレ借りようかなとか思っとったら、金谷駅まで行かれるお客さんいらっしゃいませんかって言うから、あ、もうなんや、電車来たんか、確かに定時の時間ぐらいなんやけど、来たのかなと思ってね、そういうことかなと思って、行く予定なんですけどって、まあ、私しかいなくて、あそこを、要は駅舎だったんですね。すっごく立派な駅舎で、で、駐車場もすごく広く完備してあって、要は道の駅と本当に、実際の駅が、並立してあるような感じで作ってあるみたいで、実際にそこから電車に乗るよっていう人は、私しか いなかったみたいなんですよ。で、聞いたらそういうカクカクシカシカで、ここからちょっとタクシーになりますと。で、代行なんで、そのままちょっとタクシーでの運行になりますってことで、なんと今ね、それで、慌ててですね、タクシーに乗り込んで、なんと、門出駅からですから、門出駅から、金谷駅まで、で、電車の運賃だけでね、280円でね、しかも他にお客さんいなかったんで、私だけね、完全に普通のタクシーの利用と一緒の状態だったんですけど、280円で普通の正規の運賃料金で代行タクシーで、タクシーでなんと悠々移動してしまうというですね、本当に当たりと言っていいのか、まあ、私としてはね、本当にですから、ね、タクシーでここまで送っていただいて、280円で送っていただくという、すごくありがたい、状況ではあったんですけど、ただ運行的にはどうも大変やったらしくて、どうもその列車っていうのは倒木に当たっちゃったらしくて、そう、それで、かなり復旧には、相当な時間がかかると、それで、まあ、バスも走らせたりとかっていう手配をしてるらしいんですけど、なんなら現役 の駅員さんの人がね、助手席側に乗って、無線でね、その運行状況、どういうような進捗になるのかとかいう、運転系統とかをね、電車の再開メロどういう感じかとかっていうのがね、わーっとね、まさに駅員さんが裏側でね、無線でいろいろやり取りするあれがね、全部ね、聞けたんでね、さすがにね、ちょっとこれでね、取るわけにもね、いかんだろうっていうんでね、ただ本当のガチンコの、やり取りがね、見れたんで、私としてはすごく貴重な経験できましたし、実際相当ね、ダイヤが見られている状況の中だったんで、
そうそうそう、結構いろんな、じゃあどういうような感じで、あの段取りをつけて、定時のね時間帯に、この金谷に、やってこれるように、段取りを、タクシーをねどこからどうやって出してとかっていうような、こととかで代行バスはどれぐらいで、発車できそうかとかそういうのとかもいろいろわーっとね大井川鉄道の方がやり取りしてるのがね聞こえてきてね、いやすごいなと、思いながらすごく貴重な経験をしながら、なんと、ここまでやってくることができました。いや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 、すごかったですね。ということなんでね、ちょっとあの住みソフトとかまた改めて食べに行きましょう。あの結構ね最近ちょっとドタバタ続きらしいんですよ。あの聞いてたらね、あのそんなめったにあるのかなと思ったら結構ね、ここのところあの大雨続き、あの静岡ね、ご多分に漏れず大雨続きちょっとドタバタ、そういった倒木とかが多かったらしくて、ちょっとこういったことが、何度かあるんですよってことでね、きっとあの運営的にもね大変だと思いますんでね、これはまたね、ぜひ、この事実を知ってですね、あの大井川、鉄道ね、ね、あの汗のためのね、またね進行のためにもね、ちょっと改めてまた、大井川鉄道を後に来てね、やるような企画も、さっきのね、スムスムととか結構ね、やり飛び出た、ところもね、食べ飛びで、のありましたから、そのあたりもね、改めてできたらなと思いますということで、いやー、で、こっちはあれだから普通に定時に来れたんだ。どうしような。